ゃお風呂。こんにちは。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香です。こんにちは。本当はね、理想的に言うとちょっと10時前にやりたかったんですけど、なんかメンテナンスしてたね、できなかった。そう、悲しい。結局そうギリギリになっちゃった。ということで、本日は舞台おどんろの三重県公演でございます。やったー、三重だ三重。三重県です。夢の地方公演なので、すごい ワクワクしております。地方に来るのがさ、久しぶりやからさ、それもワクワクしてるし、東京以外の場所で舞台をするのも初めてだから、それもワクワクしてるし、ゲストもいらっしゃるみたいなので、それもまた楽しい。そして今日は天気がいいです。最高。むずむずするわ。後で薬買いに行こう。あと1個しかないの、花粉の薬。今日の分しかない。天気がいいと花粉がねって、そう
私も天気は気持ちいいと思って窓開けてたからさ、うん、大丈夫かなと思ってたけど、ちょっとムズムズしてきた。あら、ショールームでしか会ったことないけどいつも応援してるやつ、嬉しい、ありがとう、優しいね、もう本当に。お腹空いてきたわ。昼ご飯どうしようかな。お弁当多分あるんだよな。聞いて、昨日あれ飲んだもんね、スタバのバナナ。そう、やばい、来たな。うん、そう、スタバのバナナ飲んだの。でもね、お主がね飲みたかったのはチョコバナナなんですよ。そう、なんかチョコバナナの方と普通のバナナの方があって、チョコバナナって思ったけど、チョコバナナがソールドアウトしてて、そう、売り切れ、ソールドアウトってめっちゃ書いてて、ソールドアウトってなって、でバナナの方でもいいかと思って、普通のバナナ飲んだ、美味しかった。でもチョコバナナが飲みたい、お西は。今の時間帯に行ったら絶対あるよ。ね、行こうかなと思ったけど、でもまあ、おしカフェモカとかあったかいの飲みたい気分だわ。いつまでやったっけ、バナナの期間って。まだでもあるよね、まだ最近出たばっかりよね。うん、大西に100万渡したら何に使うかモニタリングしてみたいです。くれんの、ありがとう。ちょっとじゃあ大西の銀行に振り込んでおいてもらってもいい？うん、お願いします。貯金やな。そうね、貯金です。うん、何に使うってないんやろな、多分。なんか普通にいつも通りの生活に使いそう。あ、調べたらバナナ5月3日までがあって、ああありがとう、5月3日このツアー、あ、うん、いや、うん、いけるいけるな。モニタリングしてる意味よ。100万円でしょ。でも全額使うのであれば、うん、全額使うのであれば、
なんだろうね、自分のために全額使うっていう考えでいくね、人のためにとかじゃなくて自分のためにってなったら、カバンと服を買う、うん、カバンと服を買います。あー、あとピアスか。そう、なんかさ、それこそ結構最近、多分今年入っただから去年ぐらいからやねんけどさ、そう、なんか大人やなと思って今そう、わりかしさ大人の年齢になってきてさ、でお店はあんまり服とかさ、そういうカバンとかにあんまり興味を持たずに生きてきた人間だったの。そう、なんでもええわと思ってて、別にそう値段とかも気にせずさ買っててんけど、そう、今まで大西自分の中で靴あるやん、普段履く靴で、靴今までで一番高い値段って多分4000円だったの、高くてね、2000円とか3000円の靴とかを今までちょっと買ってて、でもそれが大西の中では当たり前だったのね。そう、でもそれをメンバーに言ったら、いや靴とかコートとかそういう、なんだろう、大事なものは高いの買った方がいいと思うって言われて、あ、そっかみたいな。でもそれってやっぱ価値が、価値観のさ違いじゃん。でもそれで、あ、でも確かになんか自分そのお金の使いどころって人と全然違うんやみたいな、まあそういう同じような人もいるんやろと思うんだけど、いっぱい、でも私の周りの人とは全然違くて、お金の使いどころが、いやーなるほどねと思って、靴も8000円ぐらいの靴買ったのよそれでも安いかもしれへんけど、大西にとってはもうだって今まで3000円のさ靴をさ履いてたからさ、だいぶランクアップはしたわけよ自分の中で。そうっていうのを含め、そうだからカバンとか、そう服とかをこう高いの買ってみたいと思って、そうで、この間さちょうどカバンもねボロボロやったの、今まで使ってたカバンっていうか、カバンなんかもらったカバンやったの、それが、あの服買って服を普通にさ買ったら、なんかついてきたカバンがあったのよ、なんか普通のね紙袋とかじゃなくて、なんかこれ今プレゼントしてるやつなんですみたいな、黒いカバンがあってんけど、それをずっと使ってて、もう汚くなってきちゃってて、それをずっと使ってたから、からもうカバンを買いに行こうと思って、ちょうどその時にアコに行ったんですよ。仕事の帰りに寄ったから行ったんですけど、東京のね中のあれなんていうの、大丸やったっけ、でどこに行ったのよ。そうだから大西でも知ってるようなブランドとかがいっぱいあって、かわいいと思って買おうと思ったら、やっぱ桁違いじゃんもうえってなって、いやそんぐらい高いっていうのは分かってたけど、実物を見てやっぱりこれに何十万かってなったら、うーんって思って、で結局ちょっと安めのカバンをその時買ったんですけど、うん、そう1万円いかないぐらいのカバンを買って、で今それ使ってるんですけど、そうだからもし100万円もらえるなら
ブランドのカバンみたいな1個とか持っときたい。1個持っとけば、なんかそれつけとけばもうねって感じじゃない。そう、うん、ってことで、じゃあ待ってるね、銀行口座に。銀行口座にちょっと待ってるね、ありがとう。え、あれ、そういう話じゃなかったっけ、あれ違う、違う。そんな感じかな。うん、そうね。でさ、なんかそれ系でね、最近すごいびっくりしたのがあって、あれはね、渋谷のどっかに、渋谷のなんかお店に入った時の話やねんけど、めっちゃ可愛いって思う、なんかめっちゃドンピシャな感じの服のお店があったのね。え、めっちゃ可愛いと思って、え、これすごいめっちゃ好きって思って、でもなんかやっぱちょっと高そうなお店やったから入るのは躊躇して、なんか名前だけ覚えて、でそれを検索して見てみたら、1枚ね30万とかね、20万円とか書いてて、えっ、え、あれ、あれってなった。なんかまだまだ自分の知らない世界がいっぱいあんねんなって、その時すごい思った。21分になりまして、ありがとうって。で25分になったら終わるわ、ありがとう。すごいよね、いやー、もうなんか上にはまだまだこう上がどんどんあるんだなって思って、なんていうとこって、いや覚えてないのよ、英語やったのは覚えてんねんけど、だいたい英語か、違いってさ、お店は今ちょっと気にするようになったけどさ、でもまあ、でもまあって感じよね。そう、やっぱり貯金が一番楽しいからさ。目に見える数字っていうのはいいよね。そう。そうそうそう。溜まっていくのがいいよね。次ね、なんか貯金、お金を貯めて何がしたいってわけでも全然ないんだけどさ。そう、数字がね増えていくのがね見てて楽しいんです。貯金だけじゃなくて他にも。
ツイッターのフォロワーさんとかそういう目に見える数字のあれが結構好きなんですよね。分かりやすいよね。ということでですね、じゃあちょっとそろそろ私は準備をしたいと思うので、ランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ。1位、チンアットマークアメリカの大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がハギハギさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がプロスペクトさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位が挨拶はじめましたさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がリエボアットマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がマカロニ48さん、ありがとうございます。イエイ。そして8位が翼さん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がお茶っぱタイムアットマーク爆裂魔法エクスプロージョンさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位が親ちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして11位が大西かきアットマーク、大西軍アットマーク三重県公園楽しんでさん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がたけちゃんアットマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がアルさん、ありがとうございました。イエイ、ありがとうございます。ありがとう。ということでですね、じゃあ本日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。では、お堂の三重県公園行ってきます。じゃあね、ありがとうございました。バイバイ。